綾瀬はるかが国民的女優たるゆえん根底には、ホリプロの看板を背負う存在だと自認、する覚悟。CM 女王にして、人気もナンバーワン。女優、綾瀬はるか、38、は今年上半期、1から6月、CM 計8129本が放送され、計159,690秒、44時間21分30秒、と最も露出があったとビデオリサーチ社の調べで明らかになった。CM 女王だけじゃない。テレビタレントの人気度調査でも、今年2月、通算15回目となるトップに。今年2月調査のテレビタレントイメージ人気度でも1位に。2012年8月に初めて1位になってから実に通算15回、1位に輝いているのである。今年は1月に映画、レジェンド&バタフライに出演。先日は11日公開の主演作、リボルバーリリーの PR で銀座に登場、セクシーな黒のドレス姿の美しさで話題になった。のほほんとした印象もありますが、仕事は男っぽいと言いますか、国民的女優にして、ホリプロの看板を背負う存在と自認しています。そのプライド、責任感はとても強いものがあると思いますよ、とは、綾瀬を知る某放送作家。ある現場でインタビューしたところ、受け答えの後、そのまま車で去ってもらう打ち合わせだったのですが、カメラを止めて見送った後、戻ってきたんです。どうしたんだろうと思っていると、ウィンドウを下げて、今ので大丈夫でしたか、って、驚きましたし、スタッフ全員、綾瀬さんのファンになってしまいました、と、某ワイドショー関係者は振り返る。評判も上々なのだ。私生活はベールに包まれ、ご本人は結婚願望が少なからずあるようで、これまで何度もゴールインの噂が持ち上がっています。俳優の大沢たかお、松坂桃李との交際を報じられ、韓国人俳優との関係を取り沙汰されたこともあります。最近は佐藤健との親密ぶりが注目されてもいますが、いずれも否定したりして、本当のところは分かっていない。ホリプロの看板の上、国民的女優として大忙しですから、私生活を楽しむ余裕もないのかもしれませんね、と、写真誌デスクは言う。雑誌、大人ミューズ、9月号のインタビューでは、好奇心が強い方なので、自分からは進んで流行らないことを仕事でやらせてもらうのは面白いんですよ、などと語っているそうだ。トップ女優に君臨しているのには、それなりの理由があるようだ。